ごめん。お家でしたのも、ちょっと柔らかめ。いや、うちのはちゃんとしてました。今、ラッキーやっちゃった。はいはい。体重測る？体重増えてるかな？どうかな？はい、おしゃれ。座り。座り。かかって。もう一回。もう一回。あれ？どこ？どれだよ。はい、これあるよ、あ、2グラム。はい、最後のところにこのささみやなんかと一緒にダイジェストフード混ぜるとなんとか食べるんで。こっちは単独で食べてます。単独で食べてます。朝も夜も食べてます。お薬も何度か飲めてます。飲めてます。あの酸っぱいのは飲めてます。飲めてない。あれ以外は飲めてない。あれ酸っぱいもんね。人間も嫌だよ。8200。最初はそんな増えてない。食べてるね。あ、香りこさんだ。確かにさ、この子に占めたらね、食べてる子だと思う。97でしょ、32だから、はい、近く食べてるけど、はい、やっぱこの子の体型からいくとやっぱ60ぐらい食べると維持できないんだよね。だけど調子がいい時はさ、そんなぐらいで維持できてるんだよね。そうなんですよ。だからやっぱり、かかるからかもしれない。で、今日はね、ちょっと起動しますね。はい、で、1時ぐらいにじゃあお迎えください。はい、それでまあまあ頑張ってたらさ、また1日だけでやらさせてもらっていいか。はい。で、薬はこの辺出したもんね。で、ちょっと今日はソフトもはい。じゃあすいません、このままじゃあ。はい、あ、こっちの目がなんか赤くない？興奮しちゃった。でもな、こっちが目がいいんでて、ちょっと赤い、赤い。あ、本当だ。で、こっちはついてないけど、こっちはちょっと目がいいやつ。あ、そうですね。ちょっとおねねにしてる。おねねにしてる。いろんなところ弱いんだよね、あんた。だからケアしていかないとね、いけないと思います。はい、わかりました。はい、じゃあ、お預かりいたします。はい、じゃあ